山武氏は、日本の政治家、財務官僚。静岡県湖西市長。静岡県湖西市出身。湖西市立は市津小学校。湖西市立は市津中学校卒業。1993年3月、静岡県立浜松北高等学校卒業。1998年3月、早稲田大学法学部卒業。同年4月、大倉省に入省。 2000年関東財務局証券取引検査官2002年金融庁監督局金融機器対応室預金保険係長2007年5月外務省在上海日本国総領事官領事に就任2011年5月に内閣府行政刷新会議事務局参時間補佐に移動2013年7月財務省に戻り財務省理財局 国有財産業務課課長補佐。2015年財務省主計局主計課予算執行企画室課長補佐。2016年4月6日、次期古才市長選挙に出馬する意向を固めたことを公言。同月、財務省を退官。同年11月20日に行われた古才市長選に自由民主党の推薦を受けて出馬。連合静岡の推薦を受けた。 菅沼康久を破り初当選を果たした。12月6日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数48,133人。最終投票率 67.02%2020 年11月、無投票で再選。ありがとうございます。